相手になってあげる。皆様、お気をつけください。雑魚が、クソが、クソが、覚悟はいいな。そんな簡単に死なせるかよ。こいつでとどめだ。手を貸すな。ダメ。こっちに来た。今そちらへ向かいます。死ね。どけ。雑魚貫ぶっ飛べ。この程度なの？相手になってあげる。皆様、お気をつけください。雑魚が、死ね。覚悟はいいな。死ね。簡単に、こいつでとどめだ。手を貸すな。反省。それでもうダメ。この程度なの？邪魔すんじゃねえよ。皆様、お気をつけください。クソが、死ね。覚悟はいいな。そんな簡単に死なせるかよ。雑魚が、こいつでとどめだ。これで終わらせる。簡単に死なせるかよ。もうダメ。肩慣らしにもなりゃしねえ。邪魔すんじゃねえよ。皆様、お気をつけください。雑魚が、クソが、覚悟はいいな。簡単に、こいつでとどめだ。手を貸しな。反省。肩慣らしにもなりゃしねえ。相手になってあげる。油断は禁物です。覚悟はいいな。どけ。簡単に死なせるかよ。こいつでとどめだ。手を貸しな。
そんな覚悟はいいな。簡単に死なせるかい。これで決めるわよ。お願いします。とっとと始めろよ。見えた。逃がさない。もうダメ。はあ、逃がさない。ジェスです。準備はいいですか。この程度なの。死んで。すぐ目の前に神殿があるのよね。だとすれこのような場所では十分な休息は取れませんからね。このまま一気に突破するしかなさそうね。リラルは神殿の中にいる森人と連絡は取れるの。到着したら合図を。それがきっかけというわけですね。正直絶望的な状況ではあるな。だがやる。どれだけかき回せるかが鍵ね。魔物を混乱させることができれば。希望的観測は抱かないことだ。もし危険な状況になれば。俺の足を引っ張る。はん。言うじゃねえか。いいぜ。楽しいパーティーとしゃれ込もうじゃねえか。これほどの数とはな。こいつはあまりいい状況とは言えんな。あの程度の魔物を見ただけでおじけづいたっていうの。大丈夫です。中にいる人と力を合わせれば絶対に撃退できます。言うだけなら誰にでもできる。リラル。これで誰。そうかい。なら見せてくれよ。口だけじゃねえところをな。お前ほどじゃないが、俺も面倒は嫌いなんだよ。だがいいぜ、付き合ってやるよ。お前が楽しみにしていたパーティーってやつにな。邪魔すんじゃねえよ。油断は禁物です。雑魚が、雑魚が、覚悟はいいな。簡単に死なせるかよ。かん、はっ、こいつでとどめだ。お願いします。簡単に死なせるかよ。は
こっちに来て。勝手にしてくれ。見えた。クソが、這いつくばりな。簡単に死なせるかよ。死ね。これで決めるわよ。いつもこうなら良いのですけれど。来ます。とっとと消えな。ほら、こっちに来やがれ。ほらよ。預かりました。どけ。死ね。覚悟はいいな。簡単に死なせるかよ。どけ。はっ。こいつでとどめだ。お願いします。簡単に死なせるかよ。隙だらけだな。死なせるかよ、バカな。はっ、ザコが。今が攻め時です。ゴー。いつもこうだといいですね。108本のお振り払い。次はドイツが相手だ。お邪魔してまいります。リダルアよ、よくぞ。申し訳ございません。魔物と戦うことも倒れた者も理解するのと受け入れるのとは全然。お主の口から出ると重い言葉じゃの。まだ戦いは終わってないのよ。そうじゃ、魔物どもは少々のことで。年寄りの日。その言葉、お主からの最大級のエールとして。シュバルツさん、大変です。何や。魔物なら違います。ゴブリンやオークとは比較にならないほど、とても劣勢になってからなんて、ずいぶんとお粗末な。それでも脅威には違いありません。こっちよかろう。他の魔物はわ、
また予定を狂わせてくれ。てめえは。いつぞやは助かった。礼を言って。お前たちのおかげで余計な手間。てめえが魔物の親玉ってことか。弱者は強者に従う。こいつらは取るに足りない存在だが、その程度であれば理解はでき。で、こんなとこなら遊びは終わりだ。今ならまだ許してやる。自分が踊らされていたとも知らずに。てめえ、お前みたいなガキと、依頼を果たしてくれた霊と、ことごとく私の邪魔をしてくれた霊。手名付けるのは少しばかり骨だったが、どうだ。逃げる気か。ここでの用は済んだ。もともとここでの仕事は保険だと。それを聞かれてだとしたら、ああ確かにな。話してくれじゃなかったな。さーて、たっぷり楽しませてもらおうか。こいつを倒せたら考えてやってもいいぞ。まずはおき。どうしたんですか。さて、あいつはだだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔をしないで。ほらこっちに来やがれ。ほらよ。ありがとうございます。死ね死ね。覚悟はいいな。雑魚が。こいつでとどめだ。手を貸しな。そこ。クソが。肩慣らしにもなりゃしねえ。108本の振り払い。次はドイツが相手だ。前進してまいります。こんなところで立ち止まるわけにはいかないよ。なせばなら、なさねばならぬ何事も。いつか必ず追いついてみせる。ちぇ、雑魚のくせにやるじゃねえか。こんなとこで自分の年を感じたくはなかったがな。これだから知能のない魔物は嫌いなんだよ。引き上げる。今回は勝ちを譲ってやろう。
バネッサ。これだけチリジリになれば戻って。言ったでしょう。おい、うるさいわね。あんたには関係ないでしょ。あの時攻撃を受け損なってさえいなければ。ごめん。なにキーキーわめいてんだ。たかだか魔物。その発言は感心できませんね。あの魔物はいつか倒します。あんたたちには。だったら関係ない奴のせいで魔物を取り逃がしたからって腹を立てるな。黙ってないで話したらどうな。私はあいつを探していた。あのまま私の家族を殺した。理由は今話した通り。ええ、私もういいわ。これはそうですね。あなたの家族は何ですって。ですから家族が命を落とした。私が魔物を呼んだとでも言う。さっきの女ならわかるけど、そんなこと。それにと。ですが力を持っていた。力。まあいいでしょう。真実は自分の目で確かめなさい。あなたの気に入るような真実ではないでしょうけれど、真実とは。この辺りでできることはもうないだろう。奴らの狙いはやはりそいつか。推測でしかないが、おそらくはな。森人が狙いなら他でもよか。あまり積極的。今考えれば様子を見ている感もあったの。だとすれば狙いは皆さんの額にある瞳でも。うん、リラルアが魔物に。リラルアはわしと同じ。いや、もし瞳に宿る魔力を欲してのことならば。なぜ利用できたのか。今後は転送法人の警護を怠ら。転送法人では一度に。あの女をどうにかしないことには。仕事は終わったとかなんとか言ってたが。ジュレ様、お願いが。理由を。一つには私がいれば里の者。それならばわしも同じじゃな。まあそれは良いとして。それ今一つは。そうか。
幼子であったお主の身に落ちたあの光。光？光とはもしや。新しき務めを。はい。リラルアの子。あんたに言われなくても。それでは。はい、手に入れはしましたが。はい、失敗した。その時はかしこまりました。はい、業者さんが話してたんだけど、エンハンブレのアルドラ山岳地帯に魔物が出るんだ。みんなでサクサクっと片きます。皆様、お気をつけください。ほらよ。ありがとうございます。
はぁ、どけ、どけ、這いつくばりだ。クソが、どけ。こいつでとどめだ。手を貸しな。覚悟はいいな。はっ、クソが、どけ、かん、ははジャスです。準備はいいですか。とっとと始めろよ。ねえ、はっ、簡単に死なせるかよ。この程度なの？108煩悩を振り払い、次はドイツが相手だ。立ち止まるわけにはいかないの。やったー。なせばなる、なさねばならぬ何事も。必ずてな、追いついてみせる。Thank you.
Thank you.